こんにちは。東京医科大学病院内視鏡センターの河合です。今回は胃に様々な不調をもたらすピロリ菌についてお話しします。ピロリ菌は正式名ヘリコバクターピロリという数本の鞭毛を持つ細菌です。その鞭毛を高速で回転させ胃の中を縦横無尽に動き回ります。ピロリ菌によって胃の粘膜や胃の壁が傷つくことで胃酸が直接壁に触れてしまいます。すると慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクを高めてしまいます。実際に全世界の胃がんのおよそ8割がピロリ菌の感染が原因であることがWHO の発表でも明らかになっています。ピロリ菌に感染しているかどうかは呼気検査、血液検査、胃内視鏡検査などで調べることができます。陽性になった場合は2種類の抗菌薬と胃酸の分泌を抑える薬の計3種類の薬を1日2回、7日間飲み続けてピロリ菌を除菌します。ピロリ菌の除菌は胃内視鏡検査で胃炎や胃潰瘍が発見された場合、保険診療でピロリ菌の除菌を行うことができます。しかし除菌後も胃の病気のリスクはゼロになったわけではありません。胃内視鏡検査では様々な胃の病気を見つけられるので、胃に問題がなくても少なくとも50歳を過ぎたら一度は検査するようにしましょう。